どうもマキマキマキです。本日は佐賀県の伊万里湾で、ティップランエギングです。九州で初めて、ティップランをやるということで、どんな状況になるか頑張って釣っていきたいと思います。できればねキロアップとか大きいサイズのものも狙っていきたいと思います。頑張ります。ではどうぞ。40g から。よし、来た来た来た。やっと来ました。ボトムですね。いや、はい、多分やっと来ました。あれめっちゃちっちゃい。怖い。あ、怖いか。あ、もう とりあえず嬉しいです。あ、ありがとうございます。これリリースは勝手にリリースしてですね。あ、はい、とりあえず。濃いか。このスナップが回転しない方がいいみたいなんで、これでやってみます。やばい、もう10時半や。おせんざいが。こうやな。また。マイク。出れば起こしとったね。フリー。フリー。取ったの多分フリー測ってる。ああ。釣りに来てないってことでしょ。と来たと思ったら高イカでした。終了。いや、お疲れ様でした。今日は伊万里湾でティップランエギングということでしたけど、まあ結果的にはね、アオリイカが釣れず、コウイカ2杯という形になりました。まあ朝のうちにね、しゃぐり方のパターンとかがちゃんと合ってれば釣れたかなというところがあるので、まあ、次来ればね、もうちょっといい釣果になるんじゃないかなと期待はしています。どの地域も難しいときは難しいと、釣れるときは釣れるってことで一緒ですね。ではバイバイ。
ご視聴ありがとうございました。新しい動画をアップしましたらすぐにご覧いただくことができますので、まだの方はチャンネル登録をお願いいたします。また動画が少しでも面白いと思っていただいた方は高評価ボタンをポチッと押してください。コメントもお気軽にくださいね。ではバイバイ。